男のロマンライブ、追悼アントニオ猪木さんということで、今回は特別番組としてお送りします。2022年10月1日、くしくもデビュー記念日の翌日にですね、燃える闘魂アントニオ猪木さんがお亡くなりになりました。で、本当に全然準備してなかったですね、あえて。で、今日、資料をちょっと一気に作りまして、緊急特番という形でお送りします。私がですね、感じる猪木さんのその他のプロレスラーとは違う魅力というのを、お話ししていければなと思っております。最後までよろしくお付き合いください。私のロマン、利害を超越して誰もできないこと、誰もやらないことを夢としてそれに挑戦する、それが私のロマンである、アントニオ猪木。これ猪木さんが新日本プロレスの社長室に飾っていた言葉で、私も非常に好きでですね、私のブログとライブのタイトルのロマンっていうのはここから来てるんですね。で、私がブログを書き始めた実はきっかけがですね、猪木さんが元気なうちに、猪木さんの魅力を発信したいなと考えたことにあります。これ日本人のいいところでもあり悪いところだと思ってるんですけど、なんかこう人が亡くなった途端に、なんか伝説だとか言ってですね、急にこう褒めそやかすんですけど、私は生きてるうちにやれよって思うんですよね。なんで猪木さんが元気なうちに発信してきました。で、まあ、ついにこういう時が来てしまいましたけれども、これから先もですね、猪木さんのまだまだお話ししたいことたくさんありますので、続けていきたいと思いますが、まあ、やっぱりこういうタイミングで何も発信しないというのはちょっとどうかなと思いまして、本当に今日特刊で準備しました。それでは参ります。まあ、第一章、猪木スタイルの確立というお話なんですけれども、まあ、私が考える猪木さんですね、60年代、まあ、若獅子と呼ばれてた時代の猪木さんは、その非常に数多くの名レスラーの当時の薫陶を受けているんですけれども、プロレスラーとして己の個性を確立したというと、この1966年のジョニー・バレンタイン戦とですね、1969年のドリー・ファンク・ジュニア戦だったんじゃないかなと思っています。で、バレンタイン戦は、まあ、本当に多くのプロレス記者とかカメラマンの方々が猪木のベストバウトに挙げる一戦なんですね。で、若干23歳で起こした東京プロレスの旗揚げ興行なんですけれども、残念ながら映像が残っていません。で、この試合で猪木さんはバレンタインとエルボーとかチョップ、あとパンチとですね、ド迫力の打撃戦を見せまして、蔵前国技館の観客が熱狂したと。で、その気迫とガッツあふれるファイトスタイルが、まあ、プロレス新時代の夜明けを感じさせたと言われています。で、ドリー戦は猪木さんがキャリアで唯一 NWA 世界王者のベルトに挑戦した試合で、69年の大阪と70年の福岡で2回だけ実現しています。で、この試合は映像があるんですけど、猪木さんはまあ、ドリーが当時27歳で、まあ、全米で旋風を巻き起こしていたスピーディーでテクニカルでサイエンスティックなですね、レスリングと本当に互角以上の攻防を見せて驚かせたんですね。で、私はこの2人との対戦を通じてですね、ジャイアント馬場とは違う自分ならではの持ち味っていうことに気づいて、プロレスラーとしての個性を確立したんじゃないかと思っています。で、71年に猪木さんが新日本プロレスを旗揚げすると、テレビ中継がない、 NWA には挑戦できない、で、豪華な外人は一切呼べないというハンディキャップを挽回しようと本当に悪戦苦闘をしてきました。で、坂口さんが合流して NET ですね、今のテレビ朝日のテレビ中継がようやくつくようになると、インドの強子タイガージェットシンとの血で血を洗う仁義なき抗争劇で、世間の注目を集めていきます。で、無名だったシンとの抗争はプロレスの枠を超えた果たし合い的な緊張感で、何が起きるかわからない、一瞬も目が離せないドラマを繰り広げて、ライバルがいなかったら作れいいじゃないかっていう猪木さんの開き直りを感じました。
で、この手法は後に、アメリカマットで干されていたスタン・ハンセンも同様にスターダムに押し上げるんですね。で、このシンとハンセンっていうそのプロレスのセオリーを無視したようなですね、両者の魅力はですね、相手の技を自らのダメージ覚悟でものすごい勢いで受け切るっていう猪木さんだからこそ開花できたんじゃないかと思っています。で、当然、このストロング小林、大木金太郎との日本人対決ですね。これは本当に当時のマット界のタブーを破る戦いで、ここで猪木さんはライバルのジャイアント馬場と戦わせてもらえないっていう鬱憤をですね、爆発させたように思います。で、この頃の猪木さんはもう本当にいつ何時誰の挑戦でも受けるというストロングスタイルで、もうまさにイケイケの時でした。で、ビル・ロビンソンとの至極の名勝負をはじめとして、もともとマイナータイトルに過ぎなかった NWF のタイトルを価値あるチャンピオンベルトに仕立て上げました。本当に猪木さんの名勝負見たいなと思う方は、この NWF 時代のですね、70年代の猪木さんの試合をぜひ見ていただきたいなと思います。で、アントニオ猪木っていう人のその最もユニークな点というのは、常にその視線がですね、アンチプロレスの世間に向かっていたことじゃないかと思うんですね。で、プロレス会場に足しげく通うプロレスファンじゃなくって、プロレスをその八百長と箔眼視する世間に対して、首根っこひっつかまえてでも自分の試合に注目させて、で、面白いじゃないかって熱狂している観客に対して、ざまあみろって言い放つようなですね、突き放した鬼気迫る戦いというのを展開し続けていました。で、そのベクトルはついにプロレス界をもう逸脱して、世間が本物と認める柔道オリンピック金メダリストのウィリアム・ルスカとか、果てはそのボクシングヘビー級チャンピオンのですね、もう時代の英雄であるモハメッド・アリとの格闘技世界一決定戦というところにまで到達するんですね。で、これ異種格闘技戦じゃないんですよ。格闘技世界一決定戦っていうところが非常に重要なポイントで、これ要はプロレスは格闘競技のチャンピオンであり、強いてはアントニオ猪木は世界一強いんだっていうですね、強烈なアジテーションが含まれてるんですね。でもその戦いはついにパキスタンとかヨーロッパまで、波及して、猪木さんはアリと戦った男として、ジャイアント馬場さんが独占してしまっているですね、プロレス界のしがらみとかスケールというのを凌駕しようと大車輪の活躍をしていきます。で、こうして勢いに乗るアントニオ猪木と新日本プロレスというものが80年代に、我々世代が直撃してるんですけども、その社会現象ともいえる大ブームを巻き起こしました。猪木さんだけじゃなくて、その弟子である藤波辰爾長州力の、名勝負数え歌とかですね、あと何といってもやっぱりこの異次元の天才のタイガー・マスクの、4次元殺法と言われるものが、それまでプロレスを見なかった層をですね、ファンとして獲得することに成功します。当時営業本部長で、猪木さんの右腕でもあった新間久志さんは、これはプロレスブームではないと、新日本プロレスブームだと胸を張っていたのも、その通りだったんじゃないかなと思います。ただ、この頃からですね、ちょうど我々が猪木さんのプロレス、新日本プロレスに熱狂していた時期にですね、だんだんと猪木さんの勢いに陰りが見えていきます。ブラジルで、展開していた世界規模のエネルギーと食のリサイクルを行う事業がですね、失敗しまして、大借金をしようということになりました。さらには糖尿病が発覚して、猪木さんはですね、世界制覇の野望として掲げていた IWGP 第1回の優勝戦でハルク・ホーガンに失神 KO 負けするという衝撃を見せつけてきました。で、会社の中ではですね、猪木降ろしのクーデター事件というのが起きて、タイガー・マスクが電撃引退するといったような大騒動が起こったりしていたのもこの時期でした。
まあ、要はその世間の関心と人気が絶頂を迎えていたタイミングで、猪木さんは急速にそのアスリートとしての、まあ、輝きを失って始めまして、この頃から原稿の不一致とかですね、迷走、暴走みたいなのが増えて、もう大会場で何度も暴動というのが起きる事態に発展していった時期でもありました。まあ、世代交代ですね。その若い選手たちからの突き上げの中でも、猪木さんというのは、マサ斎藤との巌流島の戦いや、ソ連のアマレスラーたちのですね、プロレスラー化と東京ドーム進出といった、まあ、持ち前のアイデアで、まあ、延命を図っていたんですけれども、89年、国会議員に転身しました。で、これはプロレス界で居場所をなくしつつあった猪木さんの新たな挑戦というふうに我々世代は受け止めました。で、国会議員になった猪木さんはイラクで湾岸戦争の邦人人質をですね、解放するといったような、いかにも猪木さん的なミラクルも起こしたりもしましたけれども、プロレスラーのアントニオ猪木としてはもうセミリタイア状態が続いていました。で、さらには党の運営をめぐるスキャンダルでもう絶体絶命のピンチに陥ったこともありました。ただ、その面白いのが、まあ、他の猪木さんがカリスマの人と違うのはですね、このスキャンダルとかその負の側面というのが露呈しても、こう人気とか支持が落ちないところにあるんですよね。で、猪木さんに関しては裏話を知れば知るほど、表に出てる話よりよっぽどスケールがでかくて面白いというのがあって、何とも言えないんですよね。で、当然、まあ、人間性がおかしいとかですね、嫌いだっていう人もたくさんいるんですけど、まあ、それも含めて猪木だもんっていうふうになるんですよね。で、猪木さんというのはなんかそういう人間の持つ嘘とか、例えば嫉妬みたいな、まあ、非常にネガティブなドロドロとした感情もなんかこうパワーに変えちゃう不可思議なカリスマだったなぁと本当に思います。で、1995年、北朝鮮で平和の祭典というのを開催しまして、19万人の観衆と、モハメド・アリが見守る前でですね、アメリカンプロレスの象徴であるリック・フレアと戦いました。で、その姿は、日本にプロレスを起こした力道山、まあ、師匠の姿と重なって見えました。そして1998年4月4日、東京ドームで、引退と。まあ、本当に衰えていた猪木さんだったんですけども、最後の試合でも、なんかこう、冷やかし半分で、見てる3階のお客さんがですね、思わず腰を浮かせてしまうようなプロレスを展開して、やっぱこの人はすごいなと、本当に生で当時見てて思いました。で、この猪木さんの最大の魅力というのは、この怒りなんですよね。で、まあ、猪木さんの試合はですね、こう猪木さんが相手の技に思いっきりやられると。で、そうすると観客はこう自分がやられたみたいにこう全身にこう痛みと電気が走るんですよね。で、そこから、まあ、絶体絶命のピンチの中で猪木さんが拳を握って、まあ、引退試合もまさにそうだったんですけど、反撃を開始するとですね、観客は思わずこう腰が浮いちゃうんですよ、自然に。で、この本気の怒りっていうのが観客に伝播するっていうところが猪木さんの最大の魅力で、まあ、これは弟子の佐山悟さんは没入力というような言い方をね、して表現しています。で、そしてもう一つですね、やっぱりこのアンチ予定調和とリアリティというのを感じます。まあ、世間の常識とか、あと、その何よりやっぱりプロレスならではのお約束っていったものを何より猪木さんは嫌って、まあ、ハプニングとリアルで見せるということに本当にかけていたように思います。若手が段取り通りの、まあ、プロレスとして綺麗な試合をすると、街行って喧嘩してこいと。で、喧嘩でお前そんな戦い方するのかってよく言ってたそうなんですよね。まあ、その根底には常に、どうせプロレスでしょっていう世間の目とかですね、あと、そのどうせこの後こうなんでしょうみたいな、こうプロレスファンのうがった見方に対しても、なんかこう強烈なアンチテーゼを猪木さんは持ってたように思います。
はい、それでは、最後にですね、どうしようかなと思ったんですけど、やっぱり私はこれだなと思ったのが、猪木さんの引退試合の時に、古舘伊知郎さんがですね、総辞の言葉を送ったんですよね。で、その言葉がやっぱり私は一番しっくりくるかなと思って、この言葉を引用して締めくくりたいと思います。戦う旅人アントニオ猪木。今、相手のいないリングにたった一人で佇んでいます。思えば38年に及ぶプロレス人生、旅から旅への連続であり、そして猪木の精神も旅の連続であった。安住の場所を嫌い、突き進んでは出口を求め、飛び出しては次なる場所に歩を進め、どん底からの新日旗揚げ、世界王者とのストロングマッチ、大物日本人対決、格闘技世界一決定戦、IWGP 巌流島、人質解放、国会に卍固め、魔性のスリーパー。決して人生に保険をかけることなく、その刹那刹那を燃やし続ければよいという生き様。猪木はこの後の舵をどの方向に取ろうというのか。一人一人のファンの胸には今、どんな戦いの情景が映し出されているのか。猪木は全ての人間が内包している戦う魂をリング上で代演する宿命にあった。しかしこの瞬間をもって猪木はリングから姿を消す。我々はどうやって火を灯していけばよいのか。物質に恵まれた世紀末、商業主義に踊る世紀末、情報が豊かでとても心が貧しい世の中、一人で戦うことを忘れかけた人々。もう我々は闘魂に癒されながら時代の砂漠をさまよってはいられない。我々は今日をもって猪木から自立しなければならない。闘魂のかけらを携えて、今度は我々が旅に出る番だ。闘魂は連鎖する。1943年2月20日、鶴見に生まれし一人の男、生命猪木寛至、闘魂の火種。あなたを見続けることができたことを光栄に思います。燃える闘魂に感謝。ありがとう、アントニオ猪木。ありがとうございました。